はい、どうも皆さん、こんにちは。ワトソンでございます。というわけで、ヤッピー最高続き遊んでいきます。水ゲット。随分減ったな。で、この先、スイッチオン。何これ。字で書かれた三角の記号だ。動かしてみると。まあ、三角か。こうは。スイッチオン。うわぁ。A1 から A2 まで勝手に動いた。ここにあるのもしかして。そういうわけでもないな。フォルダーが多すぎて、どこを探ら探したらいいのかわかんない。とりあえずなんか記録保管室かなんかでさ、場所を検索しないと話にならないのでは。一応。うわぁ、人が釣られている。これは資格かい。資格だね。ネクタイでいさせる、下ろしてあげたけど、こっからじゃ届かない。ああ。怖。いや、怖い。いやぁ、もう。これは配電盤。ヒューズ盤だ。ヒューズが一本なくなっている。なんか上はしごあるね。ん？空っぽ。なんもない。面白いもない、もない。ここ行ってみるか。これ何？うわー、何これ。三角四角なんとかだと思うね。なにこれ。オープン。なんもねえし。オープン。なんもねえし。というわけで、ここは？なんもねえしと。はいはい。あ、鉛筆ゲットしたわ。なんで？よくわからんわ。さて、どうしようか。とりあえずヒントとしては四角と三角だけなんだな。もう一個くらいあれば話は進むと思うんだけどな。どうしよう。鉛筆ゲット。なんで鉛筆ゲット？ああ、インクがないんだよね。あ、魔女の紙ゲットだ。鉛筆ってなんだ？あー、一緒か。何すりゃええんだ。おー、いけんのか、この先。いやー。人が死体が、人が死体がってな。うわ、また死体だよ。大丈夫っすか？え？地雷？ん？何よ、それ。紙？それは？死んでる。ブリーフケースの中を確認しよう。ああ、魔女の髪か。それから、R 殺戮者の用紙。待てよ。エクセンハンマー？あの女の魔女本を探してるのか。じゃあ、お前も魔女ハンター。A2 にあ、うぅ !A2 にあんの。ぐぅ、意外とダメージを食らってしまった。もうやばい。死ぬ。クモの巣。やはりたくもだ。やっぱりこうなるか。何が？ここには、三角だ。つまり三角四角三角か。え、でででで。HP やべえな。水は？食べ物が。ニッカース。もうねえな。一応回復したわ。スイッチオン。こっち側行って、うわぁ。め。叩く結ばれている。解いてみる。はい。うわー、ごめんなさい、頭が。これも下ろしとこう。ちょっとインクがないからセーブしたいんだけどな。鉛筆で使えんの？もしかして。あ、無理ですね。お、そうだ、ゲット。魂ロードたるわ。そうだ、そうだ。もしか。いや、こんなとこに入ったソーダなんか絶対炭酸抜けてるな。コーヒーパックに行こう。で、見るか、この目の場所に。元気つかねえわ。出るわ。ごめん、出るわ。怖いわ。オープン。停電してる。オッケー。いやー、怖い。階段降りる。ん？なんで電気消えんのよ。やめて。やめて。いや、扉入ったな。で、電気のスイッチはどこ？おー、電気のスイッチ。やっぱ入ってった。ブリーフケースは？魔女の髪。おー、アルミホイルに包まれたサンドイッチ。ごめん、間違えた。いや、違うか。回復アイテムじゃないのか。空っぽ？何空っぽって。サンドイッチ使って空っぽってなるよ。
この部屋は。おい、お前、大丈夫か？いえ、開けんの？ここの中。あなたはハンター？いいえ。違うよ。いや、僕はただの社員だ。何がだ？なんで邪魔をするんだ？君は誰？俺もハンターじゃない。君と同じだ。ねえ、助けようか？怪我してるでしょ。この会社で助けられた申し出があるのは、新入りか、嘘つきだけだ。僕は新入りだよ。僕が出身なんだ。そうか。俺と同じように、貧乏で、惨めなんだな。俺も後悔してた。医師と祖父と同じように技術として働いていた。君ならわかるね。どれだけ大変で、どれだけ支援が少ないか。僕の地元ではみんな幼い頃からみんな脱出することだけを夢見ていたよ。俺も幸せだと思っていた。でも赤い手紙が届いたとき、君にも届いたの？なるほど。君は新人である上に嘘つきであるのか。そうだろ。あんただ。あ？つまり君を。いいか。君はまともな人間なんだ。怖がらせたくない。何か手伝おうか。お前もハンター。ってことは、この会社は郊外からの人を無作為に選んでハンターにしてること？いわゆる捨て駒的な感じで。ヘクセンハンマーは？僕が探している本について何か知ってる？ヘクセンハンマーっていう本なんだ。なんだと？あの呪われた本については立てねえな。容姿に必要な情報の半分を見つけたんだが、あの嫌な時代が爆発で火を吹いていたんだ。なんてことだ。お気の毒に。ああ、さっきのか。ああ、入り口の案内は見なかったな。それぞれの情報がどこにあるのか書いてある。変なものが床にある。床の爆発するやつにして何か知っている？俺も何度か事例にやれた。やられました、俺も。解除する方法ある？殺すってこと？あれは、機械っていうより、ミュータントだ。そうなんだ。死んだやつを見たことだから、殺す方法もあるはずだが、俺は知らないけど。ああ、殺せはするんだ。電気は。君は技術なんだよね。上の階の明かりをつける方法してる？ヒューズ箱のヒューズが一本かけている。金属製の入るものなら代わりに何を入れてもいい。あ、そうなんだ。おう。ブリーフケースの中のアイテムを慎重に確認して、よく見てみると、いろんな情報がわかる。ありがとう。ありがとう。君も笑いでいない？ああ。いや、こっちは。こっちは何もないんだ。オープン。何もないんだ。じゃあ、首吊ってた死体が実は真ん中じゃなくて左にいたってこと？それを俺は一発で当てたのか。なるほどね。で、ブリーフケース。ブリーフケースのこのやつを見てみる。どうしましょうか。金属製のものは何でもいいって言ってたな。で、A2 だったよね。よいしょ。こうして、A2 なんかあったかな。古いポルタ。おー、なんだこれ。アルファと魔法陣。何かの謎なのかな。他の本棚を探せばいいのかな。なんだこれ。他の本棚って言われてもな。見た感じ、三角四角かな。じゃあそこ？ 1、2、3、4番目。ここら辺。違うのか。2番目だわ。三角四角三角だとしたらここらだと思うんだよね。三角四角四角。四角三角四角。きっとこれだ。きっとこうだ。ラベルを見てみよう。当たりだ。ヘクセンハンマーって書いてある。ゲットしたわ。意外と楽。意外と楽にゲットしたけど。なんだ？あの紙何だったの？結局。心の謎全部取れてない気がするけど。いいのかな？エクセンハンマー入手し終わったけど。そう、気になるとこなんだよね。古びた紙切れ。雲だ。イラスト獲得。そんだけですか。なんかあそこの裏なんかあると思ったね。なんか言い過ぎだな。とりあえず、エクセンハンマーゲットしたし、入るか。オッケー。ここは。魔女の髪。なんもない。とりあえず、コーヒーでも作るか。コーヒー入れて、で、コーヒー飲む。よし、2杯もコーヒー飲んだぜ。ヘイ。来たぜ。エクセンハンマーゲットしたけどな。どうすんの？ん？エクセンハンマーゲットしただけじゃダメなのか。カセットプレイヤーがいるのか。オッケー。アセットプレイヤーね。オープン？オープン？おお、やった、チョコレートバーだ。レシピ。こういう地道な探索大事だね。お、インクカードジゲット。よっしゃ、セーブ。一旦セーブしろ。シュルってなんだもん。噛みまくり。インクカートリッジ使って、自分の顔をコピーすることがセーブなんだね。嫌なセーブ。もうちょっとなんかいい顔撮れや。で、問題は、
空っぽか。ここのヒューズに金属なら何でもいい。アルミホイルを使えば。チーズサンドイッチゲット。やっぱいいんだ。これでいいんだ。チーズサンドイッチゲットだわ。やったぜ。これで体力回復アイテムゲットだ。行きたくないけど行くか。まずこっち。おん。おー。コピー機、インク切れてるね。え、行ってそこあったか。見えてなかった。行って。え、どうすんだこれ。なんか死んでる。バラバラになってる。あれ倒せる方法ないのかな。じゃあこっち行くか。めっちゃうめき声するんだよ。やだー。ダクトに届けるしまっていて素手で開けられない。何がドスンドスンしてんの？いやー、なんかいるのか。あ、地雷みたいなやつだ。俺は死んでるみたいだけど。え、鉛筆で刺すだけでいいの？ここは。ビデオクラブだってさ。ヘイ、こんにちは。やけどしてる？はじめまして、僕はブライアンじゃなくて、パスタナックです。聞こえない。そっか。あの、すいません。聞こえてる。叫ぶ必要はないわ。女性？ごめんなさい。名誉をかけるつもりなんだけど、僕はパスタナック。本のデータ、ヘクセンハンマーという本を知ってる？いいえ。あなたはこの会で働いてるから知ってるかなと思って、いいえ。いいえっていうのが知らないってことなのか、ここで働いてないってことなのか。床に変なものがあるんだけど、床にある地雷について返してる？それを解除する方法ある？鉛筆。鉛筆？ええ。鉛筆を使って殺せばいいってこと？それとも、鉛筆を使って殺し方を教えてくれってこと？聞こえない。映画を見てるの。あ、映画なんだ。そっか、わかった。ありがとう。鉛筆を使ってみるよ。Thank you, man. こっちは。いや、鉛筆。これ。ここか。おりゃー。よし。カセットテープだ。ああ、ここでいけんのね。じゃあ、ここで、ヘクセン。このカセットテープ何やからこのサイズなの。なんかの鼻息？怖いって言った今。え？チックス？お、声は。1,4,8,6って言って違うと思う。ああ。これが殺行された原因ですか。なんかもう下ネタやったかと思ったわ。はい。というわけでね、今回この辺で終わろうか。ん？言おうと思ったら帰ってに再生されたぞ。なんで笑い声だけ再生するんだよ。はい。というわけでね、次回はヘクセンハンマーゲットしましょうか。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。